はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにやってみるか、ラナリズムダッシュ。ラナリズムダッシュ、今日の報酬受け取れ。ナースアクション、今回はですね、ストーリーモードを中心にやってみたいと思います。ガチャ？あー、でもほとんどもうないや。S キャラ確定なんですね、これ。しかしガチャチケットが不足している。あ、持ってんだ、メロディーガチャ。はい、一個黄色がありますね。お、なんだこの大悪魔のハープっていうのは。ミスです、悪くない。センターピースが多い。お、スタノリュート。そして黄色は何だろう。おっと、リクトのキャラだ。だからこれはもうすでにあるんで、ピースに置き換えられます。またもらえました。今日の2回分もらえて嬉しいな。経験値代もありますよ。複製できるんだったっけ。できますね。同じキャラがあったんで覚醒できたんじゃないかな。大悪魔なんたらかんたらってどこで使うんだろうな。スフィアが1個開いた。いやー、どんどん幕開きますね。
俺はまだ成長できる。成長しまくってます。ダントツのトップじゃないですか。パスがあれば装備するな。リード結構な感じをしてるんですが、そういうことか。これも S ですね。ナイスだ。あるやん。と思った。勘違いだった。誰かのキャラは？A じゃない、 A ですね。鍛錬の成果だ。これぞ鍛錬の成果だ。これぞ鍛錬の成果だ。さあ、これでライバルキャラがちょっと上がっていきましたね。はやってない。紅茶は至高の癒し。色も香りも本当に素晴らしいわ。わ、ちょっとやばいな。さすがにこの辺になると強いやつが多くなった。勝てるかどうか分かりませんが、やってみましょう。勝てないんですね。じゃあこれならどうだ。
総戦力圧倒している。勝ちました。意外と差はなかった。どんどん進んでいきます。あと1回ですね。リモードやりますかね。プレートってなんだ。新春イベント、特訓イベント新春編っていうのがありますね。イオのストーリー当然ね。お、イベントのストーリーかな。なんだこのメガネザクザクイベントって。欲しいな。ごきげんよう。いいな。
新春特攻イベント新春編のようにやりましょう。お、イケメンだ。もう一回行こう。
のメロディーを見せてあげるわ。もちろんエースです。レベルアップです。
っしゃあ、あれに行こうぜ。See you.
コンボならなぜか A、 B にはならず。私の旋律がわかるかしら。さあ、これが一番難易度高いと思いますが、どうでしょう。私が手本を見せてやろう。
最後です。大冒険の始まりだ。動きが良くなった。
った。一発。さあ、何がもらえる？なんかなんかレコードとかさ。これで4章が始まったばかりということで、次回は4章かな。はい、ということで、じゃあですね、特訓イベント新春編を元にでいたしました。なんか豪華ですよね。ということで、次回もお楽しみに。よろしければ、その前にもうちょっと称号より金まあ苦戦しないでしょうね。ということで、特訓イベント新春編を中心にお届けいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄には、このナリズムダッシュのプレイリストとブログ、ツイッターの URL を表示しております。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。